山形県山形市千歳園の池野です。千歳園の歴史としては父の代からですので47年ぐらいあります。私が百合を始めて16年ぐらいになります。ここ山形市は山形盆地、私の農園自体は盆地の中央部に位置してですね、山形市自体は昼の温度夜の温度の寒暖の差があると言われております。私ども千歳園では5、6月、10、11月品質をやはり前面に押し出すような出荷期間になります。その間というのは昼夜の温度差、日中の暖かさと一気に夕方から冷え込む寒さ、これが色物でしたら発色の良さを一気に出せる、そういう気候になっておりますので、そこをメインの時期として関東圏をメインにここ東北の方にも出荷しております。生産規模といたしましてはオリエンタルユリ25万本ほど、 LA ユリを10万本ほど作っております。つぼみを調整するような作業になります。後ろにいたのは私の妻でして、2017年リリーエンジェルとして活動しております池野かなです。ここ山形はユリ切り花というのは盛んじゃなくてですね、ユリにこうトライしたいななんていう気持ちが、起きてきたのは父の背中なんてものが今振り返ると大きかったのかななんても思うんですけども、うちの父というのがカーネーションの山形で、暖房を焚いて冬切りをするというスタイルを持ち込んだのがうちの父だったものですから、そんなの無理だろうなんて言われたところから父自体がスタートして人生を歩んできたっていうのが感銘を受けたんでしょうね。ここ山形ではユリ切り花盛んではなかったんですけれども、トライしたい、そんな気持ちもあってユリ専業農家として歩んできた。ロック好きなのがそれに火をつけたのかもしれないんですけれども、どうやったら他の有名なユリ産地に勝てるのかなんてところが私の原点でありスタートなんだと思います。ユリの動きに注目してください。咲くその瞬間の動き、咲いていく様、香りとともに五感で感じ取ってみてください。